三谷五一は、日本の湿芸家。一回は、正四位。君党は、君四党。日本芸術院会員、文化功労者。本名は、三谷五氏。社団法人日展理事、社団法人現代工芸美術科協会常無理事、輪島塗技術保存会副会長などを歴任した。石川県の原和島市出身。本名、五氏。1933年。 14歳で、賃金士、わらび舞島に、死児、1938年前逮捕に、死児、1941年賃金職人として、独立。1942年新聞店出品の、賃金うるし箱が初入選。1965年日本、現代工芸美術店出品の、秘書が、現代工芸大賞読売新聞社賞受賞。 1966年日展出品の州が特選北斗賞受賞。1970年海藻日展出品の翼が特選北斗賞受賞。1977年輪島縫い技術保存会会員となる。1978年日展出品の星月代が日展会員賞受賞。1984年北国文化賞受賞。 1988年日本、芸術院賞受賞、石川テレビ賞受賞、1989年、日展理事、1991年現代、工芸美術科協会常務理事、石川県文化厚労省受賞、1993年く四4等、旭日賞受賞、1994年、和島塗技術保存会副会長、 中日文化賞受賞、2002年芸術院会員、2015年文化功労者、2017年7月12日、肺炎のため、金沢市内の病院で死去、98歳を打没後に正4位に上された。ありがとうございます。